こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今年初めに開催してから、行ってなかったので、今回は久しぶりに、視聴者様投票を行おうと思います。コメント欄でやってほしいと、リクエストがございましたので、今回は、これ、住めるか?選手権、を開催します。住めるか?というのは、簡単に言うと、自分が住むと考えた時に、ちょっと難しいかもということです。決して住みたくないということではございませんので、誤解なきようよろしくお願いします。投票のルールをご説明いたします。1. 過去動画すべてを対象とします。2. これ、住めるか?と思った物件を5物件選んで、投票してください。3. 開催期間は8月26日から9月8日の2週間とします。4. 投票はこの動画のコメント欄、X の DM、インスタグラムの DM のいずれかにお願いします。タイトル欄に物件ナンバーを記載しているので、その番号で投票してください。5. 集計後、ランキング形式で発表いたします。過去には結構とんでもない物件がございましたので、ぜひこの機会に過去動画を見直していただき、ご投票をお願いいたします。概要欄に投票のルールを記載しておきますので、ご確認ください。過去を遡ってみると、とんでもない物件があるので、ぜひご覧ください。特に癖強度の5と4の動画は、よく見直してください。癖強度3以上は再生リストで分けてあるので、見やすいと思います。激狭で選ぶのか、ボロさで選ぶのか、それとも立地で選ぶのか、どれを基準で選ぶのかで、かなり変わってきますね。私はやはり、玄関開けてすぐにトイレがある物件がいくつかありましたが、そこ、住めるとなりました。あとは360度ガラス張りの部屋とか、傾いている家とか、このあたりが候補に入ってきますね。予想通りとなるのか、それとも意外な物件がランクインするのか、どうなるのでしょうか。皆様が一体、どの物件を選ぶのか、非常に楽しみです。たくさんの投票、お待ちしております。よろしくお願いします。これからもこのような催しを、定期的に開催したいと思いますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。